敵でゼトさんとラーチェルの力をエイリックが一点集中しているな。さあ完全棒立ちのこいつは、HP 高すぎじゃないこいつ。滅びの魔剣、あとステータス見るか。フォデス、君フォデスって言うんだね。滅びの魔剣、すべてのものを破壊へと誘う魔の拳、あらゆるものを滅却させる魔の閃光、周囲にいるすべての敵を深き眠りへと導く。やめてくんね、そういうの。ちょっと恐ろしいもん持ってるな。で、この周り、だだっ広くて何も来ないわけないよな。絶対来るよな、増援。いきなりエフラムはさすがに早急すぎるかな。ジークムント。必殺が来ないだけマシって感じだな。これ動くってことでいいのか。移動2。いや、動かないんじゃないかな。射程13だけど。すげえ、上にやっても下にやってもフォデスだ。とか、そんなこと言ってる場合じゃなくて。とりあえず、この、魔剣が物理で、魔の閃光が特殊だと思うんだよな。特殊というか魔法。だから、どっちかで硬ければいいっていうのは、まあ、ないと思う。で、この漆黒の悪夢が、どのタイミングで使ってくるかだよな。フランツ君はどれぐらい頑張れるんだろうか。ちょっとフランツ君を先に出して様子見るか。ちなみにこいつの必殺は15。無駄に高え。でも必殺はフランツ食らわないから、とりあえずフランツをここに出すでしょ。ちょっと待って、ここでいいのか。いいな。フランツを出して、あいつがどういう攻撃をしてくるか。魔力依存の武器に変えてくるんだったら、魔棒で食らうはず。6だから、まあ、多分45は食らうだろうな。ただやられることはないはず。いや、これ。エフラムも前出していいんじゃないかな。で、エイリークも出すでしょ。で、ちょっとね、狙っているのが、無理やりあいつに、悪夢を発動させてほしいんだよな。多分悪夢発動は1回しかできないから、それが終わったら、ナターシャのラトナで全員回復してしまえば、スリープ解除で、あとは殴りたい放題だと思うんだな。さあ、踊り、うわあ、ここでも音楽はこのまんまなんだな。ティティスの踊りを見て、最終決戦へと、気持ちが高ぶっていくわけだ。で、ターナも出すけど、でもちょっと火力高すぎてな、こいつら。ちょっと。このタイミングでよくわかんないもん沸かせるんじゃないよ。沸きすぎじゃないこれ。いや、おい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 、いや、多すぎですよそれ。あなた何してくれてんの。めっちゃ来たんだけど。弱え、めっちゃ弱え。何追加してくれてんのと思ったけど、弱すぎじゃないこれ。さすがに我々をバカにしすぎではありませんか。ネイミーチャレンジ。まあ経験値も入らんだろうなこれは。いや、むしろここはこうまで戦える数少ないチャンス。おいしょー。では雑魚敵をちゃっちゃと殲滅しながら戦いに行くって感じかな。でもなぁ、フォデスなぁ、火力高すぎてなぁ。全然相手できねえよ、これ。じゃあ、フランツは右側担当ということで、よろしおす？よろしおす。てか、でけえな、この魔物。
フランスさん、なんで剣そんなアイスクリーム持つみたいに立ててんの？そこは気にしちゃダメなやつかな。ビドフリーの切れ味を試しておこうか。キラリーン。すげえ。いやー、ターナも勇ましいな。見てますか、ヒニアスお兄さん。ターナはこんなに立派に育ちましたよ。さてと、ルーテは？あれ？あれ、あなた射程1しかないんですか？あれ？もしかしてこれ、例のあれか？そんな気がするな。例のあれというのは、これが射程1、2で、これが射程1しかなくて、射程1の状態で殴って離れれば射程2に持ち替えないから殴り放題っていう、そのパターンか。ちょっとその可能性あるな。ちょっとそちらを検討していただくわけにはいかないでしょうか。ルーテさん、お願いします。うえー、でけえ。 HP どんぐらいあるんだろうな、これ。いってらっしゃい。30入ったけど、これじゃあまだまだなんだよな。多分100切ったら移ると思うんだよな。それで言うとまだまだまだってことかな。引き受け下ろすで、ちょっとこの雲は鬱陶しいからエフラムで殴ろうか。さすがにこの動かないんだったとしたら、ここから殴ってくることはないと思う。いくよ。おお、かっこいいな、ジークムントのモーション。いやー、これはちゃんとアニメーションもっと早くから堪能しておくべきだったな。さてと、ちなみにヨシワだと、あー、ちょっとえぐいな。あれ、もう体力見える。90か。あれ、これ次ルーテが必殺でも当てれば倒せるな。まあそれはいいとして、あー、でもできればとどめエリークで刺してーなーという欲も若干あるな。で、みんな周りがいっぺんに寝ると大変なことになるから、それを防ぐというか回復できるためのナターシャだけは絶対にこいつの強制スリープ、これの範囲には入らないようにしたいな。周囲にいる全ての敵を深き眠りへと導く。結局周りに近づいて来られるとこうなるってことでいいのかな。さあ来なさい。ちょっと待っ、うわー、お前動くんじゃねえよもう。言ったそばから動き出しやがった、この野郎。わけわかんねえキャラクターだなこいつも。このなりで動くのこいつ。しかもみんな寝たしよ。ビビるわー。あれ、ああこれエフランもう寝てんのか。あー、でもフランツは生きてんだよな。寝ながら避けてるしな。いろいろ謎めいてるなこの。しかし魔王さん、我々の策にまんまとはまりましたね。消滅してしまったことによって、このナターシャちゃんのラトナが炸裂するのです。皆さん起きてください。今魔王と戦ってる最中ですよ。あれ、ラトナ経験値しょっぱくね。うっそ、3回しか使えない超貴重な創世記なのにあんだけしか入んねえの。意外とシビアなんだね。さあ、ではこれ、怒りのルーテ。鉄拳炸裂？行きましょう。もう必殺出していいよ。おこれ、いらっしゃいませー。ご注文お決まりでしょうかー。おおマジか。すげえ、ルーテ。やべえ、ルーテでしか倒してねえ。おー消えてくモーションかっこいい。いいね。すげえ。あ
あーでもこれ入れ組みたかったな。でも HP 足りなさすぎたな。まあやるんだったらもっと慎重に育てて、衣とかドーピング系の調整はエイリークとかに使っといた方が良かったってことなんだろうかな。まあ実際問題、完全ドーピングしたルーテが大活躍してくれたしな。いやでも終わったのか。強いというよりはルーテが強いゲームだったなこれ。邪悪は成績に封じられました。伝説の再現はここになりましたわ。いや我々の功績はそれ以上に値する。魔王の肉体も今度こそついえた。もう二度と蘇ることはあるまい。おお。じゃあその前の伝説の戦いの時には肉体を滅ぼせずに魂だけ封じ込めていたからこういうことが起こってしまったっていうことなのか。でもまた別の肉体が生まれたらな、魂から抜き出しスーッと暴れ出しそうだけどな。西の時代5人の英雄はあの魔王を滅ぼし封印したという。だが俺たちにはそんな途方もない力などなかった。魔王を滅ぼしこの大地に再び平和を取り戻したのは、ここまでみんなに共に戦ってくれたみんなの一人一人の力。皆さんありがとうございます。本当にありがとう。これで任務は無事完了しました。おお、バネッサ、バネッサな。なんか最終的にあんまりパッとしない使い方になって申し訳ないな。ヘイデン様に何よりの吉報をお届けできます。きっとすごく喜ばれるわ。お兄様はこれで平和が戻るのね。ひとっ飛びしてフレリアに伝えてこようかしら。慌てる必要などない。我々がいたのだ。勝利することは初めから分かりきっていた。火に出す、なんか頭切れる策略家だけど、こういう時は結構自信満々でいくんだな。まあこの自信に裏打ちされた頭の良さなのかもしれないな。はい、ヒーニアス様。あとはこのシレーネさんと、ヒーニアスの関係もちょっと見たいな。ふう、我々無策らしいものは変えなそうですかな。ともあれこれで戦いは終わった。喜ばしいことですな。モルダさん久々だな。結局ライブの杖をナターシャさんに持たせてからは完全にお留守番してたけど。まことに。わあ、ギリアもかっこいい。何今の。これだけのことを成し遂げておいて、誠にしか喋らないの。すごいなあ、あの人。やれやると、これで一仕事片付いたな。ジストさんですね。ジスト傭兵団ではテティスしか使ってねえけどな。これだけ苦労したんだから、これからはいいことないと嘘よね。帰ろう、隊長。そうだな、ジャハナに戻るか。ギルドで次の仕事をもらってこねえとな。ああ、そうか。ジョー様いなくなっちゃって、ジャハナはこれからどうなるのかしらね。なんとかなるもんさ。あそこが故郷。帰還するぜ。おお。こいつらもいいキャラしてるな。そしてヨシは。表か。戻るとするか。故郷に。王になるんだな、ヨシは。そしてミルラ、サレフ、マガマガしい気配が消えました。これで全てが終わりました。そうですね、戻りましょう。ミルラ様、里の者たちも皆心配しております。あれ、お師匠様。ユアン君、ユアン君もうちょっとすんごい成長してくれると思ったんだけどな。意外にも平凡な伸びだったな。ご無事で何よりです。隊長、エイリク様。僕たちやっとルネスに戻れるのですね。フランツすげえ無邪気だな。あんなに、なんだろうな。大活躍してたのにな。中身は少年のままなんだな。みんな無事で帰れるのですね。よかったな。最終章は結局誰も死ななかったしな。あ、疲れた。しばらくはのんびりしたいんですけど。お前たち誰だったっけ？名前ちょっとごめん。本気で忘れてしまったこいつら。全然使わなかったな。ちょっとフランツがあまりにも頑張ってくれたかもんだから。ねえ、ソシャルナイトを全然使う気になれなかったっていうのはあるけど。フラム様？ルネス王国再興のためにこれからが忙しくなる。お前たちの力を貸してくれ。どこまでもお供します。
周りに熱い奴らとに変わりはないんだろうけどな。私たちを待っていてくれる人々のもとへ。これで帰還か。お、これはエピローグ見れるかな。おお。じゃあついでだからこれも見ていこう。では皆さん、私はここで失礼いたしますわ。ロストンの聖王女である私にはまだまだたくさんの使命がありますの。あ、エイリーク、気が向いたらまた今度お茶会に招待して差し上げますわ。必ず来てくださいね、いいですこと。おお、なるほど。帰りながらその国の人たちの話とか様子を見に行くんだな。俺がジャハナでやるべきことは多い。できることから一つずつ成し遂げていくつもりだ。まず何よりも母上に報告したい。災いは去って安心して眠ってほしいと。はあ。でもな、母様亡くなったのは魔物というか災いというか、あのトマホークおじさんのせいだしな。ちょっとやるせないよな。ルネス最高のために我がフレリアは協力を惜しまない。何かあれば遠慮なく声をかけるがいい。私は利害の絡まない人間関係は基本的に信用しないのだが、仲間というのも悪くないものだな。おー、いい人。さすがいい人。さあ、ターナと仲良くよろしくやっといてくれよ。そして、ルネス。帰ってきましたね、兄上。ああ。長旅で疲れたろう、エリーク。ほんとな、どんだけの期間回ってたのか知らんけど、全然な休む暇なかったな、これ。えらい大変な道のりだったな、ほんとに。その前にこれを封印しなければ。魔王を封印した成績。ああ、どこに封印しとくんだ。ああ、そういうことか。この力を使えばリオンや父上も。ああ、それは厳しいんじゃないかな。魔王さんは多分そういうのを協力してくれないと思うよ。私の力を使って人を蘇らせるだと。そんなめんどくさいことなんで私が協力しないといけないんだって。いや、でもそっから魔王がSD キャラになって、トゲトゲツンツン対立しながら、いろいろな願い事を叶えていくお話とかになると多分ラノベ系になる。今までの戦いで死んでいった者たちも、それは予想はエリーク。わかっています。それは望んではならないこと。そうであるからこそ、まっすぐに心の中で受け止めなければならないこと。そうだな、それを受け入れがたいと、ねえ、望みを持ちすぎると、また魔王が復活するぞみたいなことになるわけだしな。エイリーク。なあ、エイリーク。もしリオンがここにいたらあいつは何を望むと思う？なんだろうな。エイリークが幸せならそれでいいって言いそうな気もするけどな。リオンが成績、いや、ファイヤーエンブレムを急していたのはそのためだった。なんか取ってつけたように出てきたけど、成績のことだったのがファイアーエンブレムって。リオンの代わりに俺たち二人でそれを叶えよう。こんなものに頼らなくても俺たちならできるはずだ。違うか、兄上。私たちで叶えましょう。リオンが願ったこと、そして誰もが願っていること、皆が幸せであるように。と、綺麗に終わったね。おー、エンディング。あー、岩田さん、エグゼクティブプロデューサーだね。いやー、でも終わったか。長かったな。あー、これは。おー、石目屋さんがやられていたところか。これは、おー、ラジル。わー、勇ましいな。あー、左下の、結局名前覚えてない人。いやー、あの人には悪いことをしたな。仲間にしときゃよかったかな。お、これは誰だ。ドラゴンマスターだよな。あいつかな。結局、最初の方でしか使わなかったけど。おー、ゼトさん。わー、馬から降りても勇ましくかっこいい。いいね。さーてと、いやー、しかし、なかなか、密度の濃いというか、なかなかに長いゲームではあったけれど、でもこれでもまだエイリーク視点しか終わってないんだよな。
エフラム側の視点もまだまだ遊べ余地があるよっていうことでね、その先はぜひともね、興味がある人はやってみてほしいなということで、おお、台座に祀ってるね。ということで今回は、ファイアーエンブレムセーマの功績はここでおしまいにしたいところですね。おお、二人で力を合わせて、まあ、その後ろからルーテがエクスカリバーをぶっ放していたっていう様子でしょうかね、今のは。はい、一旦はエンディングになりましたが、ぜひともこれはご自身で遊んでみてほしいなという願いも込めてここで終わりにしたいと思います。なんだかんだ最初に仲間になった人たちばっかり気に入ってね、コーマとかリオン、おう、ねえ、最初の方の仲間ばっかり育てて使ってたけど、気に入ったキャラクターを使って育てていくっていうのも楽しみで一つだし、だろうしね。ということで、これは君たちは、僕はリオン、一応グラド皇帝の息子かな、ルネス王国のエフラム王子、エイリーク王子だよね。これは出会いの場所か。同じ年頃の友達ずっと欲しかったから、よろしくね。あー、こんな出会いから始まってああなっちゃったのはちょっと切ねえな。そしてこれが戦績、おお、20ターンちょいぐらいが多いな。合計375、どのくらいだろうこれ、早い方かな。おお、ゼトさん、5戦0勝0敗。戦いの後、エフラムと共にルネスに帰還。おお、いいね。あんまり育ってないけど、頑張ってくれた。おお、フランツ、強い。無敗の戦士。優しい性格。ああ、まあ、しかもこの甘い顔だしな。ギリアムさんも結構いい勝利してるな。新人の恐怖の対象になっていた。あらら、ああ、そしてモルダさん。全然戦わなかったね。まあ、最初の時は貴重な杖枠で頑張ってはくれたけどな。ゴミ鍵盤役か。へえ。バネッサ。11勝。あれ、そんだけしかしなかったっけ。毅然とした美しいその姿。でしょうね。おお、ロス、いいね。91勝。自分を鍛えるために単身村を出た。ほう。さあ、ガルシア。わあ、でもこう見るとガルシアと比べてロスめっちゃ頑張ったな。あ、また部隊長になったんだ。へえ。おお、これ。支援だ。幼馴染から恋人を、そしてついに結ばれた。おめでとうございます。おお、マジで一人ずつ生まれたのか。おお、いいね。ごめんな、アスレイ。ごめんな、アスレイ。申し訳ないよ。おお、そしてルーテ。あれ、意外と勝利数は平凡だな。進出希望地の大魔導士と噂されるようになる。よかったな、ルーテ。ジャハノ王国へと戻り、国王として国を治める。駆け好きは変わらずか。戦いの後、グラド帝国に戻り、国の復興に努めた。ナターシャさんの祈りによって救われる魂は多いだろうな。趣味の絵の実力が認められ。おいおい、お前だけなんか全然戦闘と関係ねえな。おお、そしてカエル、戦った数に比べて勝った数がすげえ多いな。あーたーなー、いっぱいしてる。これがあの時のやつだな。勇者の剣絶対許さねえ。エリックに会うため天までよくルネスを。ああ、いいね。さあ、ヒーニャスさん。ごめんな、上級職だからって言って全然使わなかった、君。国は前にも増して繁栄した。シレーネ。天魔騎士団団長として活躍。ほう。まあ、この美貌ならな。アメリア。アメリア、切なさすぎるこれ。ああ、デュッセルさん、あなたも全然使わなかったな。なんかしれっと来たもんな、この人。さあ、デュッセルの後はこの人だよな。
ノール、君もトントツに死んだよな、サクーが。流浪の旅に出たか。ほう。まあ、こいつの兄貴もなかなか悲惨な最後だったしな。叔父の後を継いで国の代表者。ほう。まあ、おじさんがあの性格だから大丈夫そうだけどな。国の代表となったら、チルのそばにはこいつがいたと。いいね。ああ、そしてもう一人のお供は完全にスルーされてるな。ああ、依頼が多すぎて休業したと。さあ、テティス。いやー、でもテティスは結局戦闘できないキャラだったんだな。なんか、アクアとかのイメージで。なんか、いずれは戦えるもんなのかなと思っちゃってたけど、そういうわけではなかったんだな。さあ、マリカ。実は仲間になるショーで、危うく死にかけたっていう、大変な人だったけど、なんとか生き残ってましたね。さあ、そしてサレフ。この人も上級職だからっていうことで、なんか出し渋りすぎて、結局あまり使いませんでしたね。さあ、ミルラ。再び闇の樹海へと戻ったか。マムクーとのその子っていうのはなかなか想像しづらいな。ああ、エフラムも失敗してる。多忙な毎日ですね。だが容易ではないその偉業を成し遂げ、彼はやがて伝説となる。エイリーク。ああ、エイリークもやられたんだったな、そういえば。民たちの幸せの象徴となった。いいですね。ということで、今度こそおしまいだね。セーマの功績。いやー、でもなかなかいい感じのお話だったし、キャラクターもみんな味わいがあったしな。仲間になるたびに、こいつはどんなキャラなんだなっていうのを想像しながらやるのも楽しめる作品だったんじゃないかな。よかったね。さてと、では最後に、これは見られるかな？あれ？これ逆になるか。これさ、テレビ側に映せない？ちょっと待って。ダメか。ちょっと最後に説明書実況をしようと思ったんだけど、ゲームパッド画面を、の説明書のやつはこっちに映せないらしいな。ダメか。じゃあいや、とりあえずここで終了ということになります。ぜひ、ね、まあこれだけが全てではないですから、やってみて楽しんでもらいたいなと思います。ファイアーエンブレム自体のゲームというのもこれ以外にもたくさんありますしね、なんか興味を持たれたら、そうだな、最近で言えば 3DS の IF とか覚醒とかもありますし、ゲームキューブ Wii のね、草原暁も名作と名高いですし、まあ暁はわりかし評判が差が出るかもしれませんが、そういうのもありますね。初めてやるっていう人にはアドバンス作品、これはおすすめだと思うので、ね、やっていただいたらいいんじゃないかな。ねえ、見てもらってればわかる通り、全然上手くないんですよ、ファイアーエンブレム。やるのは好きなんですけどね、キャラクター育てるのは。ただ、めちゃくちゃ下手くそで、ハードとかでまともにクリアしたこと一回もないので、今回も普通難易度で遊びましたけれど。まあ、時々やられはしましたけれども、そんな中でも割かしなんとかなってた方なので、これでも。この作品自体の難易度はそんなに高くないと思うので、初めてやる人でも十分楽しめるんじゃないかなと思います。まだ簡単な難易度も残ってますしね。はい、という感じでしょうかね。ぜひともファイアーエンブレムをよろしくお願いしますというか、楽しんでやってもらいたいところですね。これは Wii U のバーチャルコンソールでやっていた作品で、いくらだったかな、忘れましたけど、700-800円ぐらいなんで、もうね、ガチャの、最近のスマートフォンのゲームのガチャ2回分ぐらい、いや、それよりも安い。それぐらいで買える作品、これだけ濃厚な時間を楽しむことのできる作品ということでね、Wii U をお持ちの方はぜひ、これをやってみていただくのもいいんじゃないかな。本家本元のゲームボーイアドバンスのやつを買って遊ぶというのもワンチャンありですけどね。
まあそっちを今遊ぼうと思ったら初代 DS かゲームボーイアドバンスか、はたまたゲームボーイプレイヤー付きのゲームキューブかあたりとかね、その辺を用意しなきゃいけないのでちょっとハードル高いですが、まあやってみてもいいんじゃないかなと思います。セイマの功績は他のアドバンス作品2つに比べれば比較的安く手に入る傾向にもありますしね。まあそんな感じでしょうかね。ということで今回はまあ何回も言いますがこれで終了になります。ぜひともこの先はご自身の目でお願いします。ではありがとうございました。